こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今ね、ちょっとトレーニング動画の後にこれを撮って、います。で、前回ですね、生活保護受給者の女性が婚活パーティーに現れたという動画をやりまして、で、まあ、そちらのね、その遭遇された男性の方がですね、自分のチャンネル登録者のファンの方なんですけども、で、そのね、やはりその女性にちょっとツッコミをね入れたところですね、もうなんか すさまじい文面で反論が来たそうです。じゃあどんな反論が来たのかというと、紹介しますと、まあ、生活保護でその婚活パーティーを行くとかっていうのはどうなのかと。それは生活するのに困るから、困る費用を生活保護の受給の費用が発生するわけじゃないですか。生活のために使うならいいんですけど、要は血税で払っているのに、それを遊びみたいなね、この余興に使うのはどうかというところで、まあ問いただしたところ、まあなんとその、女性からですね、すさまじい反論が来たそうです。もうね、十何年もね、15年とかね、多分ね、生活保護を受けてるそうなんですよ。だから多分いろんな方から突っ込まれてるんで、もう返し方っていうのはもう、なんだろう、正義を盾にするみたいなね、やり方できてるわけですよ。正論を盾にするみたいなね。で、私は法律に引っかかることはしていないとね。まあ、法律には触れてないよと。で、生活保護受給者でも彼氏は欲しいし、結婚もしたいし、生活保護受給者を見下してると、逆に今度は弱者という立場を、盾にして、あなたは私を差別しているみたいな、だから見下しているというふうに来たそうです。全然そんな見下してるわけじゃないじゃないですか。使い道の話をしてるわけですよ。道理というか、まあモラルですよね、モラルとか、ね、道理の話をしてたわけなのに、それをまあ、自分の立場が危うくなったので、自分は弱者ですよっていうことを盾に、まあ、正論みたいなものをぶつけてきたんですね。で、法に触れてるとはまあ一言も言ってないよと、この方もね、ちゃんとまた反論したそうなんですね。ただモラルというものがあって、法律に触れてないから何やってもいいわけではないですよと、ね、そうじゃないんですかと。で、ね、まあ、そういういろんなことを言ったんですが、もう売り言葉に買い言葉みたいなところで、で、まあ挙句の果てにその生活保護受給者の女性が言い出したのは、私は高いパーティーに行ってるわけじゃないと、500円とか無料の婚活パーティーに行ってるから、まあ、そこまで言われることはないということを言ってきたらしいんですね。そういう問題じゃないですよ、金額の問題じゃないんですよ。まあ、無料であればね、全部が無料のところ行ってるんであればしょうがないと思いますけども、ただね、ただその15年とか16年ね、生活保護を受給しながら自分の生活基盤を立て直さずして婚活をするという姿勢にまず問題がね、あるんじゃないかということを言ったわけですね。だ、多くの方が多分そう思うと思うんですよ。別に悪いと言ってるわけじゃないですよ。生活保護受給者が悪いっていうんじゃなくって、その使い道だとか、これからの自分の生活を立て直すために必要なお金なんだから、例えば何かを学びに行くとかね、前回の動画でも言いましたけど、そしてどっかへ就職するとか、アルバイトをするとかね、働いて、で、今度はあの生活保護受給の金額を減らせばいいわけじゃないですか。減額して、足りない、5万足りないから5万だけはもらえますよとかってやって、生活をこう階段をね、上がって、ていくように、生活を上げていくなら分かるんですけど、この方はずっと一緒なんですよ。ずっと満額もらいながら、それに甘んじて、私は何も悪くない、確かに制度を利用するのは悪くないですけども、悪くないんだから、何も他人から文句は言われたくないと、恋もしたいし結婚もしたい、それはそうですね、もうそれは分かりますけども、ただそのお金の使い道、時間の使い道をまあ間違えてるというふうに、まあ、言いたかったわけですよ。それが伝わってないんで、全くこの方にはこびてないし、逆にそれだけで自分が進化をせず婚活をしているということは、相手の金に頼って、ね、ちゃんと働いてて年収の多い方にぶら下がってこれからも生きていこうとしてるわけじゃないですか。助けてくださいということですよね。誰がこんなの救いますかと
冗談じゃないですよね。本当に女に飢えていて結婚だけがしたいという男にとってはいいかもしれないです。すぐ結婚できるかもしれないですけど、まあ、多分それだけじゃ済まないですからね。今度結婚したら全部その男の収入をタンス貯金にして、あなたは知りません、私の金はこれですみたいな、ね、分けて、多分賢いでしょうから、その女性っていうのはそういう部分での賢さは出てるので、いいようにやられていくと思いますね。だから人生めちゃくちゃになりますよね。だから下げマンと呼ばれるものですね。下げマンっていう女性がこのタイプじゃないかなというふうに思います。これはあくまでも俺の意見ですけども、まあ感想ですよね、自分の感想ですけども、だからさらに衝撃的なのは、この女性はアプリもやってます。婚活アプリもやってるん でアプリは女性無料なのかな、よくわかんないんだけど、まあ、もし金かかってんだったら、その生活保護受給の金、ね、お金からアプリの金額払ってるわけですよ。もうこれも道理がもう通ってないですよね。だからやるんであればちゃんと生活を良くしてって、最近整ってきたんで婚活始めますとかならわかるんですよ。共に生きていきたいと思いますとかね。そうじゃないですよね、この方の場合。早く金を稼げてる男を見つけて、安定した職業の人を見つけて、まあ、楽して生きていきたいと。で、多分働きなさいよって言ったら、こういう方は私はこういうことで働けないんですっていうふうに正当化するわけですよ。で、挙句の果てにはね、十何年生活保護を受けてきたんで、そういう私は人間です、そんな私を受け入れたんだから、あなたが頑張ってくださいって多分言われると思います。でもそんなね、こう不幸の塊みたいな女性を誰が好んで結婚相手に選ぶかって、選ばないですよ。だから残ってるんですよ、ずっと婚活してるわけじゃないですか。同じ姿勢ですよ。でさらにその衝撃なことが、私はこれからも婚活に参加しますと。まあ自由ですよ、自由ですけど迷惑なんで、はっきり言って来ないでくださいって感じですよね、こっちからしたら。男の方からしたらバカにすんだと、まあ、男をバカにすんだと、共に頑張って一緒に生きていこうとか、そういう意思がない人間と誰が一緒に生きていこうなと思うんだと。もうそういう時代は終わったんですよ。だからよくね、昔とかあったでしょ、職業欄に女性が家事手伝いとか書いてるわけじゃないですか。いましたよね、そういう方って。で実際蓋を開けてみると、意外と家事手伝いやってなかったりするんですよ。だから家事手伝いじゃなくて、家事手伝わないって書いとけっていうふうにね、まあ、言いたいんですけども、でそれは無職を正当化する言葉じゃないのかということを誰か言ってました、有名な方がね。だからそれはもう通用しませんよと。でパウラチャンネルでもこれは言ってたかな、それは通用しませんよと。なんかうまい具合に言葉をね、こう変えて自分を正当化する、だから無職を正当化するみたいな、ね、だって勤労の義務っていうのがあるわけですから、国民の義務でね、納税の義務と教育の義務と勤労の義務だって、ね、その3つがあって、その勤労の義務を怠ってるわけなんで、ね、制度を利用するのはいいんですけど、働く意欲がない、働こうとしないというのは、もうこれは確信犯という形になりますから、よろしくない見本ですよね。まあだから皆さんもそういう女性に騙されないようにしていただく、もしくは、まあ、同性の目線から見ても、多分こんな女の人最低ねっていう女性もいると思います。多分そういった苛立った感情を持った方は、正常な思考回路を持たれている方なので、安心して婚活して、いい方を見つけていただけたらと思います。この、ね、生活保護受給者の女性にそうだそうだなんて、乗っちゃってる人は多分やばい方なので、なんかね、もう一度いろいろと勉強し直して、やった方がいいと思います。あと人生見つめ直したりとかね、旅に出るとか、そういうのやった方がいいと思います。これはちょっと由々しき問題でありますんで、チャンネル数ね、あと再生数も少ないですけども、こうやって発信することによって、こういう方には注意しましょうと、こういう人にならないようにしましょうとかね、そういう注意喚起を含めた動画で、あります。今回そのアンサー動画ね、アンサーが来ましたので、それを動画にさせていただきました。いろんな意見があると思いますけども、まあ、こういう人がいましたよということになります。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。